写真拡大。巨人阪神15日東京ドーム。阪神の大山雄介内野手24が特大の7号ツーランを放ち、巨人のエース菅野をマウンドから引きずり下ろした。4点リードの6回2死1塁、菅野の初球、低めに投じられたツーシームを捉えた瞬間、スタンドに大歓声が響き渡った。高々と舞い上がった打球は失速することなく、左翼席上段にある看板の下に直撃。狙い球をしっかり一発で仕留めることができました。